愛知県名古屋市博物館で開かれているシルクロード展。この展覧会には中国、オリエント、東南アジアなどシルクロードに関する出土品およそ150点が展示されています。中でも注目されるのが古代中国の生活を忍ばせる名器と呼ばれる陶器。これは当時人が死ぬと生前と同じ生活ができるよう家や家畜などの生活品を陶器のミニチュアにして墓に入れたものです。豊かに表現された名器の数々は広大なユーラシア大陸でさまざまな民族が織り出した文化の跡。2000年経った今、聖域の暮らしがよみがえってくるようです。